ミステリーゾーン書き下ろし共作シリーズ怪談伊藤海彦作忘れ物私がその絵を見たのは友人 M のマンションの部屋だった。 M はまだ私とほぼ同年配の30を出たばかり。それなのになんと信州に別荘を建てたと聞いたもんだから、その日はもっぱらその話題だった。いやいや別荘って言うけどさ、昔の感覚とはちょっと違うんだ。しかし別荘には違いないじゃないか、君の住まいはちゃんとここにあるんだから。まあそういやそうだがね、しかし僕の言うのはさ、この頃の別荘ってのは昔のようにお金持ちの持つものっていうより、むしろ逆にお金持ちにはなれないやつが建てるってこと。つまりさ、昔はふんだんにお金を持ってるやつが大邸宅があるのに別に静養する場所を金に糸目をつけずに作った。ところが今は新しく家を建てたいがそれにはとんでもない金がいる。ところが田舎の別荘ならなんとかなるっていうんで建てるんだよ。少し前までは自動車がそれだった。土地とか家を買うなんてとてもじゃないが、車なら少々贅沢なやつでもローンで買える。あれさ、あれのまあ発展した形で。それにしたって金はかかるだろう。俺のなんか借地権だから200万だ。上に乗せるうちだって小さなロングハウス風だから合わせて1000万そこそこさ。勤め先に1時間ぐらいで通える土地を探したら地面だけだって何千万。それもうっかりすりゃ奥の方に近いなんて気の遠くなるような値段だぜ。ほーん、なるほどな。だからさ、近頃はこういう俺みたいにマンションとは名のみのこんな部屋にいるような人間が帰って別荘を持つんだよ。言い換えりゃちゃんとした家が一生かかったって到底持てないからなのさ。そして週末にはそっちに行って閉じ込められてる日常から解放されてちょっぴりいい気分になる。儚かないもんさ。いやしかし羨ましいね。もう君だってやりゃいいんだよ。一度行かないか、ちっぽけなロングハウスだけど。あ、いいね。あ、でどんな家なんだい。お、そこに絵がかかってんだろ。そいつが気に入ってね、真似して作ってみた。いや、真似したって格好だけさ。こっちは材料はその絵のような立派な代物じゃない。いい絵だなこれ。ヒプノスの絵だよ。もっとも印刷の複製だがね。でも向こうの複製だからなかなか出来がいいだろ。こりゃいい、気に入ったな。なるほどね。こんなの眺めてりゃ山荘も作りたくもなるってもんだ。気に入ったなら持ってけよ。え？いいのかい？本当に？いいさ、複製だもん。せいぜいそれを見て君も夢を膨らませて別荘でも作らないか。あ、土地だったら俺の作ったあたりまだだいぶ空いてるぜ。今だから言うが、山小屋風の絵そのものも確かに悪くはなかったが、私を引きつけたのは実を言うとその絵の中にいた女だった。絵の中央よりやや右手にひなびた暖炉が赤々と火を燃やしている。その炎の色に少し染まりながら、女はぼんやりと立って心持ち体を傾けるようにして火に手をかざしている。日韓的なところはまるでない、むしろ痩せぎすな女だが、身にまとっている薄物を通して奇妙な色気が漂っている。少女の持っている無意識の感能とでも言ったらいいんだろうか。私はすっかりその女に引きつけられたのだった。絵の左には手すりのない厚い木の階段があって中二階へと登っている。画面の上にその中二階の寝室が、ベッドがわずかに覗いていて、私はその半ばこちらに向いている女の顔が私をそこへ誘っているようにさえ感じられたのだ。よっぽど気に入ったみたいね、この絵が。うん、まあね。まあねだなんてそんなもんじゃなくてよ、長いことじーっと見つめてたりして君が悪いったりあれしな。まさか。ごまかそうったってダメ。なんだか生返事してるなって思うと、そんな時決まってあなたこの絵見てるんだから。ぼんやり想像してるんだきっと。あいつみたいにこんな風な山小屋風の家を作れたらいいなってね。そうかな。なんだいその顔は。そんなこと言ってるけど、この絵が気に入った理由は別のとこにあるんじゃない。え、何を言いたいんだ。この女の人がすっかり気に入った。
図星でしょ。バカな、何を言い出すかと思ったらそんな。あなたの好きなタイプだもん。ちょっと少女っぽいところがあって、そのくせどことなく色っぽくて、おいおい、純子さんとかいう人と似てるタイプじゃない。うん、またそうやって昔のことまで引っ張り出す。お前の悪い癖だよ。ほらほら慌ててる。ダメなのよあなたって。いくらごまかしてもすぐ顔に出ちゃうんだから。落ち着きがなくなって急に早口になったり、目がキョロキョロしたり。勝手にしろ。たとえそうだとしてもだ、絵の中の女に惚れてもどうってことないじゃないか。え、追い詰められるとすぐそうやって居直っちゃう。わがまま坊やの典型ね。女房はどうやら私のその絵に対する異常な惚れ込み方が何かをちゃんと見抜いていたようだった。とぼけた挙句、女房の言うように子供みたいに居直った物言いをした私だったが、やがてどうってことないじゃないかではなくなったのだ。あるよ、私は夢を見た。細かい霧雨が降っていた。その中を私がレインコートにハンチングをかぶったまま歩いている。どこだろうと考えていると、いつの間にか私は山小屋風の家の四五段高くなっている玄関のドアを開けて、その中に入っていった。なんとそこはあの絵とそっくりな小屋の中だ。木組みも暖炉も中二階への階段も、そしてあの女が暖炉のところにいて、いつも絵の中で半分しか見せなかったその顔を私の方へ振り向けた。夢だ、これは夢だよな。そうだ、あんまりあの絵を見すぎたために俺はこんな夢を見ているんだ。私は何度も夢の中でそうつぶやいていた。私は夢の中で、それが当然といったふうに女のところへ近づいた。そして女は待っていたようにその私と抱き合い口づけをした。次の瞬間、女は私の濡れているのに気づいて体を離した。何かを言ったようだったが、その言葉が何だったか思い出せない。とにかく私はレインコートを慌てて脱ぎ、またかぶったままだったハンチングをそのポケットに無造作に突っ込んだ。それにしてもその女のなんと魅力的だったことか。静止していた絵の中でよりはるかに生き生きとして、その目も唇も実に色っぽく、それを見ているだけで私はぼーっとしてもうどうなってもいいという気になった。再び抱き合った女の体の温かさが薄物を通してはっきり私に伝わり、私たちはお互いの体に手を巻きつけるようにしながら、いつの間にか中二階の階段を上っていた。夢だ、これは夢なんだ。そう思いながらも厚みのある木の階段を私は足の裏にはっきり感じていた。階段の途中でもう一度長い口づけをした。そしてそのまま私たちはもつれ合うようにして中二階のベッドへ体を沈めた。そう、あの絵の左端の上にちらっと覗いていた寝室のベッドに。無論夢は夢だ。しかし覚めた後、私はちょっと照れくさいような思いをしながらも、その甘美な夢をこっそり反芻していた。それから 2,3 日して、いつものごとく慌ただしく出ようとして外を見ると、空がどんよりとしている。レインコートを羽織り、傘を持つことが嫌いな私は、そのレインコートとついのハンチングをかぶろうとして、それがないのに気がついた。おかしいな。おい、ハンチング知らないか。いつもかぶってるこのコートとついの。そう言って振り向くと、女房が冷ややかに私を見つめ、黙ったまま首を振るようにして壁の方を見ろという仕草をした。目をやると、あの絵の中の階段の中ほどにポツンとハンチングが落ちていた。紛れもない私のハンチングが。忘れ物。作伊藤海彦、音楽沢田信夫、
出演高橋長英、小川頼子、大塚千佳男。ミステリーゾーン書き下ろし共作シリーズを終わります。